どうも、撮れ高があるので火曜日も動画投稿するイエモンです。今回はモッド入りです。さて本日の役職は？何これ？へぇ、今回はバルチャーが入ってるのね。バルチャー、英語でハゲタカって意味。誰がハゲやねん。まあ高みの話してるよ。バルチャーは、クルーにもインポスターにも属さない単独陣営で、死体を食べることができます。ひえ。勝利条件は、死体を3つ食べること、3つ目を食べた時点で、バルチャーの単独勝利となります。死体3つか、だいぶきつそう。今回は死体の方向に矢印が表示されるようになってるから、バランスは悪くないと思うけどね。ま、この日4時間以上やって、バルチャーまだ1回しか勝ってないんですけどね。まあただ、メメ村は長時間ぶっ続けでやる村だから、後半になるにつれて、みんな疲れてくる。ただいまの収録時刻が午前1時半ということで、そろそろみんなボタン意識サボ意識が低下してくる時間帯だ。おお、なんかそれ聞くとどうにかなりそうな気がしてきた。バルチャーはベントも使えるし、切られないようにうまいこと立ち回りたいわね。ちなみに今回は、インポスター2、ジャッカル1、バルチャー1、シェリフ1、クルー6の11人村です。この人たち、サボ直す気ないのか、まあ考えながらフェイクタスクするのも面倒なので、普通に直しますが。そして直った後すぐにボタン。ボタン意識低下とは一体。さて、そろそろ喋ることもなくなってきたので倍速しますか。そもそもバルチャー自身がキルできないから、インポスタージャッカルがキルするまで暇なんだよな。おとなしくフェイクタスクしてろ。そろそろインポスターキルしてくれてないかな。矢印出てないからまだやろ。この人たち、こんなところで何してんだ。タスク進んでるんだろうか。人外がタスクの心配してるリア教村がこちら。自分はただの一般人外なので、普通にフェイクタスクをします。自分を一般人だと思い込んでいるかわいそうな陰キャ。このリアクターはさすがにインポスターやる気でしょうね。右はメテオさんが直しに行ってくれそう。じゃあ自分は、さっきの二人のどっちかが死んでないか見に行きますか。うん、まあそんな気がした。じゃあねえ、右側に合流して他の人と白取り合っときますか。ってなんか、左下に腐った元気の塊みたいなのが。ってこれ死体の矢印やんかーい。色見にく。しかもいきなりに死体はやばい。下は方向的に石油っぽいから間に合いそうだけど、左がどこかわからん。エンジンあたりか。よし、とりあえず一つ目。一応死体食べたら15秒クールタイムあるんだな。まあ距離あるしクールタイムはどうにかなりそう。リアクターでボタン押せないのがかなりでかい。メメ村は、たまーにバグレベルでサボタージュ直らない時があるんだよな。全員他の人が直しに行くやろの精神で、リアクター負けしそうになったこともあります。死体どこじゃー、左か。頼むもうちょっとだけボタン待ってくれー。なかなか範囲広くてはロタ。あっぶねー、結構ギリギリだった。死体発見されてないわらわら。笑っちゃダメ笑っちゃダメ。死ねー、バグルで食ったのか。死体なしわらわら。やばいやばい、食われてる。てかめめさんとレイマリさんは何してたのあれ。それ思ったー、わら。あ、あれは見回りっすよ。もうこれ、インポスター食われた自覚ある人出てきた方が。はははは。っていうかもうこれからはインポスターに全部即セルフしてもらうしか。ははは。えらい楽しそうで。いやこれレイマリさんさすがに村だろうな。めめさんもクルーだろうな。っていうかこれ、みんなヒコヒコタスクすればいいんじゃないですか。人材キルできない状況ですし。あ、それ困るな。食われたら負けなんで。あ、なるほど。それ賢いな。それいこいこ。ただ一つ問題があって、自分とメメさん全然タスク終わってない。いやい。自分は4つ終わってます。一緒にしないでください。要するに、人材はバルチャーを切るしか勝ち筋がないと。そういえばエモンさんはどこにいました？俺が食ったことを悟られちゃダメで、死体が石油にあったから、自分は、リアクターなった時シャワーにいて、メメさんとレイマリさんが遊んでるのを横目に、そこからメインサイをエレキって感じですね。これもうほぼタスク立ちしかないのやば。というわけでもちろん会議はスキップに。調子に乗って食べすぎたか。焼肉行った後みたいなノリで草。最初の2死体を1ターンで食い切るって、なかなかヤバいことしてるんだよな。おかげで会議もうやむやになったわけだけど、順当に行けばタスクで負けそうだよな。かといって打開案もないし。なんかさっきからめちゃくちゃストーカーされてるな。気にせずシコシコフェイクタスク。めっちゃこっち来て、って顔してるわね。仕方ないな。ノートスター。これウパさんジャッカルで、俺のことインポスターだと思ってるでしょ。ここで仲間増やそうとするのはジャッカルに見えるな。ともあれ、これはウパさんについていけば勝てそうですね。ハイエナすぎる。ちなみに、ハイエナは獲物を横取りするイメージがありますが、実際は狩りが得意で、半分以上自分たちで勝ってるらしい。っていうか死体上がってたのか。ま、この辺から矢印出てたんだけどな。ああ、矢印は左下に出るもんやと思ってたわ。わかりましたわかりました。ちなみにサンタバルチャーです。おお。これ何が起こってるんだ？自分死体見つけて、相手待ってたんですよ。死体の上で誰か来ないか。そしたら、ひな兄さんがめっちゃ走ってきたんで、ひな兄さんがバルチャーです。天才じゃん、やべえ。おー、すごい、神ムーブ決めてる。申し訳ないけど、矢印にすら気づいてなかったんだよな。っていうかこれ、グサオさんインポスターじゃね？その心は、いや、そんな都合よく死体見つかる？自分で切って待ち伏せってのが自然じゃない？まあ一理ある。それに、クルーにしてみれば、インポスターもバルチャーも、脅威であることに変わりないはずなのに、なんかバルチャーを目の敵にしすぎ
ぎてる気がする。確かに、グサオさんがインポスターなら、バルチャーを排除したがってるのも説明がつくかもな。とりあえずここはひな兄さん釣りで。あ、自分シェリフです。あ、じゃあひな兄さん登場でいいな。っていうかリゾレさん最後弁当使わなかった。自分シェリフ対抗使用します。ちょっと待てよ。これ、ウパさんがジャッカルで、グサオさんが多分インポスターでしょ。ひな兄貴シェリフで、ミゾレさんが弁当で、レイマリさんがシェリフ対抗だとすると。レイマリさんのシェリフ仕様ってガチ？嘘です。だと思ったー。ま、みんな投票した後なんですけどねー。ちなみに、誰がキルしたかとかは見てないですか？あいや、わかんないっすねー。これグサオさん絶対インポスターやろ。ミゾレさんだと思ってるけど。とりあえずここはひな兄さんで。これは赤が広すぎたな。これはさすがにひな兄さんかわいそう。みんなグサオさんのムーブに感心しすぎて、盤面ぐっちゃぐちゃになってたな。ちなみに、後から見返して気づいたことなのですが、さっきの会議中にレイマリさんが、バルチャー釣らずに残しておいた方が人材キルできないのでは、って言ってたので、全然リア強じゃなかったみたい。いやむしろ、対抗でタラロラになるだけやん。やっぱただのリア強じゃねえか。まあそれがなくても、みんなひな兄さんがバルチャーだと思い込んでたからな。どうあがいても釣り逃れはできんかっただろうな。おかげさまで勝ち筋も見えてきましたよっと。ここの通信直したら、ベントにこもって、死体が出るのを待つとしますか。って思ったらボタンか、でかいマウパさん完全にやりに来てたやろ。そしてこのボタンでは、ミゾレさんのベント疑惑について議論、そしてそのまま釣られていきました。インポスターっぽいミゾレさんも釣れたところで、あとは切られないようにベントにこもりたいですが、ちょっとついてこないでほしいんですよね。はい、さっさと行った行った。とりあえず巻いたか。オケ、そっち行くのね。じゃあ下に逃げますか。ここで待って、ウパさんが追ってくるようならベントにこもりますか。あ、これはバレてるわ。まあこっちはもうクールタイムも開けてるし、死体が出るまではベントの中で余生を楽しむとしましょう。ワンチャンダブルキルしたくてついてきてる可能性もあるけど、そもそもこっちはキルできないから失敗して終わりなのよね。コッパ、ここまで来て印材で釣られたら発狂もんやで。あ、やべ、暇すぎてベント出ちゃった。アップな、ウパさんかよ。びっくりさせんといてくれ。お、リフトで誰かこっち来た。行けウパさん、やっちゃってどこ行くねーん。レイラーさんもどっか行っちゃった。ダメだ、暇すぎるので通信直しに行きます。というわけで直しに来ました。やだー、お願いお願い、キルならメテオさん、キルならメテオさん、お願いします、お願いします。なんでもはしませんけど、なんでもはしませんけど、命乞いはするんで助けてください。というか早くメテオさん切って俺に勝たせてください。ウパさん、ウパさん、ウパさん、命乞いしろや。っていうか今思ったけど、メテオさんいる限り俺切られねえわ。ウパさんも、イエモンが切ってからイエモンを切るつもりだったんだろうね。で、言ってる間に死体できてるじゃん。キッチンに転がっててくれー。残念、小屋デッキだな。やべえ、ドア開けられる気がしない。あ、勝ち申した。マジか。何これ。イエモンさんインポスターじゃないのか。だからキルしなかったのか。ちなみに自分はベントこもってたらボタンで強制的に出されました。最初コックピットでラテさん切ったんですけど、あの時の置き位置がイエモンさんとグサオさんしかいないから、どっちかはバルチャーだって分かってたんですけどね。いやー、勝てちゃいましたね。というわけでごちそうさまでした。マットメイト来たー。何気初マットメイトだな。インポスターとライン繋いで盤面荒らしに行くぞ。珍しく他に誰もいないな。初手ボタン押すつもりだったけど、他に誰もいないならちょっとボタン待ちますか。インポスターがサボ入れてキルする猶予を残しましょう。よし、じゃあそろそろボタン押し。その後議論も煮詰まり、ウパさんがシェリフと相打ち、なんやかんやあってそのまま負けました。し、仕切り直し仕切り直し。次こそはインポスターと共闘するぞ。途中から始まってる時点でもう全員察してるだろ。いやいや、さすがにこれだけ人いたら平気平気。なんならついでに白1まで入っちゃいますよ。停電来たし、念のためはしごチェイスの準備を。知ってた。ご主人、この後しっかり釣られていった。おー、3度目の正直だー。もうやだ。一つ前の試合でカロリー使ったから、シェリフ特攻して休もうと思ったら切れちゃった。ささささ、てと、おー、遊びはここまで。声震えまくってて草、しっかりとトラウマを植え付けられてるな。あんなのばっかりだったせいで、今まで動画化できなかったもんね。あ、今回は初手ボタンカットしてます。村の構成は、インポスターがカモフラージュと魔女、マットメイトとシェリフが一人ずついる計11人村です。ちなみに今回、作戦はあるのか。ふっふっふ、聞いて驚け、そんなもんはない。聞いた私がバカだった。
というわけで、序盤は白1入って、あとはキルされないように立ち回りますか。ちゃんと考えてるじゃん。なお、最初の3試合の時と同じ戦法です。はい、解散。さて、そろそろ時間的にキルクール開ける頃か、魔術かけられないようにフェイクタスクも置くからしてっと。魔術ってのは魔女の使う能力で、魔術をかけられると、次の会議が終わった瞬間に死にます。ただ、会議で魔女が釣られると、対象は生き残る上、実質隠しろ状態になるので、弱すぎて相方がカモフラージャーになりました。悲しい。やべ、ここでの停電はまずい、マットメイトバレちゃう。頼む、早く治ってくれー。あ、治った。はっや。ウパさんに死人もされたことだし、引き続きフェイクタスクでもしておきますか。お、やっとボタン押されたぞ。23秒前。停電前ですか。いや、停電来て2秒後くらいです。停電ほぼ最速で直したので、自分白く見てほしいです。貨物で直してます。エレキでメテオさん、さんとすれ違って、最後バイタルでレイマリさんとメテオさんと一緒。誰か最後ラウンジにいた人います？自分いました。診察ラウンジで、ウパさんだけさんに挟まれてるんで、自分に隠しろ出せません。あ、そうですね。レイマリさんは絶対キル無理だと思います。多分死体左側でしょ。自分死人情報あって、レイラーさんコックピットに置いていってます。自分はそのままエンジン通ってボタンを押したんですけど。じゃあもうみぞれさんか。ちょっといいですか、自分。停電明けた直後の都民情報あって、キッチン1、宿舎1、昇降機2、メイン2、あとは、エレキバイタル貨物アーカイブに1人ずつなのだ。どのタイミングか覚えてないけど、メテオさんとメインとかその辺であったから、多分メインには自分とメテオさんかな。で、さんがエレキにいたのは見た。80% みぞれさんだと思いますけどね。あちょま、自分シェリフなので釣ったらダメなのだ。あ、じゃあやめとくか。危な、投票しちゃった。スキップをしたけど、シェリフなら投票すりゃよかった。もっかい整理するか、まずシェリフ対抗います。ここ対抗出るのは、いやさすがになしだな。出ないですね、OK です。じゃあ、自分は白出てて、ローズバナナ青が白取り合えてるでしょ。アイス黄色茶色も白取り合えてて、みぞれさんがシェリフなら、もうラテさんかグサオさんしかなさそう。これ、18%グサオさんだよな。だとしたらシェリフ対抗出た方が良かったかもな。ラテさんは白でしょ。バイタル偽なら他の人にも白出せない。まあそうか。まあこれは、確率は低いんですけど、みぞれさんがシェリフ語ってる線を追ってほしいですかね。ここ乗っ取りないでしょ。言うタイミング遅いと思うんですよね。いやいや。さすがにそんなことはしないのだ。だったらエンジンで公開処刑するのは。公開処刑するくらいなら普通に釣った方がいいかな。一応スキップしたけどグサオさん釣られちゃいましたね。これはインポスターしんどそうだな。かといってインポスターをサポートする術もないんだよな。死体でも見つかれば、一偽装すればアピールできるんだけどね。そんな簡単に死体見つけられたら苦労しないわな。一番強靭アピしやすいのはバイタル偽装だけど、今回は位置的に無理だし。唯一できそうなのは死体消しボタンくらいか。まあそれもそんな都合よくできるわけないんだけど。まあ最悪白目に見てもらえるならいっか。ボタン押しに行きます。登ったら先にラテさんが待機してました。へえ、ここ死んでるんだ。クールタイムギリギリだったけど。かなり直近。え、あ、死んでるんだ。クソ直近ですね。これ30秒あった？まず。いや、ないと思うけど。でもまあ死んでるんで。そりゃそうか。マジか、調節して押したんだけどな。一応自分がコミャサボ直してます。そこから誰とも会わずに、エンジン上ら辺で終了です。みぞれさんってエレキいました。そうなのだ。エレキにいたのだ。じゃあ自分みぞれさんの後ろにいます。ベッドの雪だるまが見えてました。自分宿舎脇で、イエモンさんレイマリさんが金庫に行って、最後ミーティングに上がってきてたんでイエモンさんは絶対無理。自分は宿舎から下って、通信あたりでメメさんひなにきと合流して、じゃあそこも無理かな。いや、キッチンで切ってるだろって言われたら何も言い返せない。それで言うなら、最後は一人だから自分もできる位置ではある。ってことはじゃあ、容疑者はメメさん、さんひな兄さん。え、レイマリさん入らないの。え、あ、そっか。自分には白でないですか。あ、ひな兄さんには白出せます。まとめるとこうだな。じゃあ、さんかな。いや、絞れてないです。あれだったらシェリフで言ってもいいでしょ。あ、まあシェリフ真の進行取っちゃってるし、みぞれさんが釣るか釣らないか決めたら。さん怪しいってのが共通認識なら、撃ちますよ。いや、それなら単純に釣るした方が早いと思いますけど。自分的には、グサオさんで一応してるから、スキップでいいと思ってるのだ。了解です。OK です。さん見かけたら撃つかもしれないんで。あ、それ撃つなら明言しておいてほしいですね。あ、じゃあ撃たないでおくのだ。これどっちだ。順当に行けばさんぽいけど、メメさんがすごいキルトをしてる可能性も捨てきれんしな。メタ、毎回同じメンツでやってるとメタ要素も出てきちゃうのよね。いやーマジでどっちだ。目の前でベント入ってみるのはありか。いやでも人数に余裕がありすぎるんだよな。なんて言ってたら都合よくさんがいるぞ。いやーさすがにここミスってロラされるのが一番嫌だし、さんとは一旦距離を置くことにしよう。別れる寸前のカップルかよ。言い方に語弊がありまくる。ここでカモフラってことはそろそろキルクール開ける頃か。今
さんが左抜けてったか、ワンちゃん俺を探してた説あるか。普通に通り道だっただけだろ。この停電は絶対キル入る。ベントに避難しよう。絵面を全く気にしない実況者のクズ。いやこれ明らか探しに来てるぞ。さーん、あなたがご主人だったんすかー。言うてまだ確証ないから忠誠は誓いませんけども。さすがヘタレ。あ、残念。シェリフ特攻はないですよね、さすがに。さっき撃たないって言ってましたからね。とりあえず死人は多分自分ひな兄さんは無理じゃないか。レイマリさん最後デッキ前に来てたの誰かわかります？あれラテさんですね。カモフラージュで見合ってたのそこ3人です。メネさんはどういう経路でボタンですか？キッチン脇、セキュエレキ、メインでタスクしてそのままボタン。死体消しあるか？ウパさん、サンイエモンさんは今回誰かと城取り合えてます？自分今回はウキイチです。今回は俺も浮いてます。そっすねー。おいバカ、今の絶対ライン繋ぎに来てくれてただろ。さん視点、イエモン消えたように見えただろうから、ワンチャンマットメイトにかけて、様子見した感じだろうな。グサオさんで一郎落ちてるなら、前回と今回の白1組み合わせたら、残るのはメメさん、さんしかないんじゃ。ここで時間が足りず、帰りはスキップに。このターン、インポスターは勝負かけてくるはず。勝ち筋は、2キル通してロラでクルーを釣ってもらうって感じか。つまり、イエモンは絶対に死んではいけないと。というわけで貨物のベントに引きこもりたいと思います。実況者としてあるまじき絵面、繰り返しの多いコンテンツ。で、さんここボタン押すの？さんやっぱりクルーなのか。てかこれもうダメじゃね。なぜかタスク進行になりました。いやーマジでこれどっちがご主人だ。ミュート忘れてるぞイエモン。あっぶね、わからなすぎてミュートするの忘れてたわ。確かに、今のはインポスターなら押す必要ないボタンだな。そう、でもだとしたら、さっきシャワーで俺を探しに来てたのは何だったんだ。どちらにせよ、ここは死んでも生き延びないといけないわよ。ややこしい。ああ、ここでコミュサボ来るならベントにこもってますか。逆走したら指摘されちゃうんでね。というわけで、ベントにこもってから約30秒経ちました。コミュの方からさんが降りてきたな。まあ多分さんがコミュサボ直したんでしょう。その後、ちょうど入れ違いになる形でメメさんが降りてきた。やっぱりメメさんがインポスターなんだろうか。そんなことを考えていると、ウパさんの死体が発見。しかもしっかりにキルト折ってました。ということは、あとはどっちを先に釣るか。マジか、ウパさんはエンジンと宿舎の間で死んでましたね。これ、結局さっきまでと一生同じ話する気がするな。グサオさんで一郎落ちてるから、さんか自分の宅ってことですよね。そうですね、さっきと同じですね。普通に切ってから行ける距離なんで、どっちかがやってるんじゃないすか。完全に詰まってるのであれば、さんでやってると思うけど。さんかメメさんですよね。そっすね。自分ボタンあるんで、ここでロラしちゃっていいかなって思うんですが。あ、ボタンあるんだ。じゃあまあ別に。どっちから釣ります？問題はそこなんだよな。わかんねえ。自分はさんかなって思ってるんですが、確かさんから行きたさはあるけど。もうこれスキップでいいか。他の人もどっちかわからんやろ。あ、じゃあボタンある人に任せます。まあどうせボタンあるなら自分から釣ってもいいですけど。自分はさんだと思うけどな。さんが釣られたか。頼む、メメさんインポスターであってくれ。試合は終わらない。勝ったー。あとはメメさんの前でベントに入るだけ。ちょうどメメさんもキッチンに湧いたらしいな。まだこのボタン配置に慣れてなくて、メメさんどっか行っちゃったけど、とりあえずパカパカしときますか。うおー。メメさん早く戻ってきてー。そろそろ指が疲れてきたんじゃー。じゃー。その後メメさんがコミュサボを直しに来たらテさんを切る。その後の会議は体操盛り上がったらしい。マジかよ、展開熱すぎだろ。だったらさっき勝ちだったじゃん。インポスター自分とさんだよ。え、そうなんすか。何はともあれ、その後はメメさんと票を合わせ、ひな兄さんを釣って無事勝利を収めたらしい。いやー、考えてた戦法がこんな熱い展開になるとは。メメさん視点も、さん視点も動画上がってますので、まだの方はぜひ見に行ってください。一回見た人も、もう一回見に行ってね。ご視聴ありがとうございました。というわけで、今回は録画ミスしたため、試合途中から始まります。出来のいいサムネからはおおよそ想像できないやらかしっぷり。現在の状況を説明しておくと、ウパさんの初手ボタンから、約40秒後にみぞれさんが2手目ボタン。その90秒後、イエモンが3手目ボタンでメメさんの死体を消したって感じです。ラテさんが、脇はアーカイブいたはず。多分結構早い段階で死んでる。で、バイタル前突っ立ってたウパパロンさんも多分無理だと思う。
あ、それ見てるんすかメメさん。一応バイタル情報出すと、停電なった時にはすでに死んでました。じゃあイエモンさんとメテオさんには城出せます。今回アーカイブとシャワーに割りといて、停電中はイエモンさんと重なってたね。一緒にタオル投げてましたね。自分もそこら辺いたんですけど見てません。そうですね、いました。アーカイブ脇にラテさんいたか忘れたんですけど、アーカイブに3人はいてて、自分とメテオさんと。自分も忘れた。いや、絶対いた。で、自分はメイン側に行ったんですけど、そっちにラテさん来てないんで多分貨物側で死んでますね。ラテさんラウンジのホヤティマスに。自分が貨物の配線してる時にトイレのドア開いてたから、それがラテさんなんじゃないかな。序盤の序盤だけど。貨物かバイタルで死んでるのかな。貨物は死体なかったと思うけど、金庫の前で死んでるならワンチャンあるくらい。じゃあバイタル中毒でやられたのかな。いや、バイタルはないです。ですね。自分セゴそこにいたんで。昇降機のリフト使って左に渡ってない限り、右で死んでると思うけど。自分もそう思いますね。結局誰が浮いてるんだこれ。その後結局つまらなかったので、こっちで簡単にまとめると、メテオさんレイマリさんエモンが3人城取り合ってて、ひな兄さんみぞれさんが展望あたりでお互い城、ウパさんはメメさんから城出てて、グサオさんはコックピットにいたらしいから、客観的に見て、この3人が容疑者ってところだろうか。レイラーさんは全く喋ってなかったから不明です。はぁ、マジ前半録画できてないの痛すぎる。とか言って前半を散歩してただけだろ。それもそうか。いや認めちゃダメなんよ。ちなみに今回の配役は、インポスターがバウンティーハンターとイビルゲッサー、マッドメイト1、シェリフ1、メイヤー1、ライター1、クルー5の計1一人村です。イビルゲッサーがいるので、役職多めになっております。イビルゲッサーは、会議中にキルができるインポスターで、会議中に相手の役職を言い当てることで、そのまま殺せちゃいます。しかし、相手の役職を言い当てることができなければ自分が死にます。簡単に能力を使えないように、クルー側にいろいろ役職が入ってるってことだな。とはいえ、さすがに強力すぎるので、1試合を通して1度しか能力を使えません。容疑者絞らせずに1人減らせる能力が弱いわけないわな。諸刃の剣だから、使いどころはしっかり見極めないと。マジかよ、役職の説明してたら1ターン終わったんだけど。しかもバウンティーで2キルしてくれてるし。バウンティーハンターは、ターゲットをキルすると、キルクールタイムが3秒に短縮されますが、ターゲット以外をキルすると、クールタイムが50秒まで伸びてしまいます。さっきのターン60秒は経ってないので、ターゲットを切ったかシェリフ特攻の2択ですね。メインで現行犯ですね。あのメメさんが八万さんかと思ってたけど、死んでるのでメメさんですね。バウンティーはつい運ゲしたくなっちゃうのよね。お互い現行犯って主張する形になるんで、ここ二人ロラでいいですよ。そこ二人ロラでいいなら八万さんの方考えますか。いやーマジか、やれるか。バウンティーのキルだとバレてないのがせめてもの救いか。誰か見てないですか。見てないですね。ないですね。貨物には湧いてなかった。メインも湧いてなかったと思うけど、死人ないなら八万さんよりラテさんのキル詰めた方がいいんじゃ。自分視点だとラテさんキルはメメさんしかないですね。メメさん八万さんの2択だったんで。いやー、アドミン見た感じバイタル情報が若干怪しい気がするんですよね。あー、それを言いますか。あ、思い出した。自分八万さん見てるわ。自分メインで湧いてゴミ捨てタスクしてたんですけど、下の方で左から右に抜けてましたね。なんで、多分シャワーとかそっちに行ってるんじゃないかな。あ、じゃあひな兄さんかな。めっちゃ動き怪しかったんで。だったらウパパロンさんのバウンティーもあると思う。やっぱり自分目線バイタル情報怪しんでて、右側に死体っぽい位置があんまりなかったんですよね。そもそも、グサオさん30秒以上アドミンいたのに、爆破されてなかったから、人材だと思いますね。とりあえず今回は、メメさんに投票するのだ。ありがとう、メメさん。あとは任せてください。珍しく今日は強気だな。メメさんがだいぶ人数減らしてくれたんでね。ウパさんまでロラ完遂されれば、残り6人で最大1ロー1強盤面、1キルからゲッサー使って無理やりパワープレイまで持っていける。マットメイト残ってなかったら、多分負け。よくそれで任せてくれなんて言えたな。とりあえず完遂でいいと思うんで、八万さんのキルの方を詰めましょう。グサオさん投票発車、マットメイトやろこんなん。メインで死んでるなら、メメさんのバウンティーも全然あるんですよね。メメさんも同じこと言ってたね。バウンティーじゃないならひな兄さんが怪しいです。皆さん残りタスク何個くらいあります?詰めなくてもタスクで終わるならそれで、ウパさんまで釣って一郎落ちるのは確定でしょ。マットメイト残ってたら、1キルでパワープレイになっちゃうんで、個人的には残してほしいですけど。そう。だからできたら釣らないで進行したいのだ。あと、これは。あ、これ今7人か、なら完遂でもよかったな。うわぁ、マジか、キリツ。6かと思ってました。30秒くらい経ったらボタン押します。これは、パワープレイするには2キル通さなきゃならなくなったか。グサオさんがマットメイトっぽいけど違ったらほぼダメだな。まあ前半のんびりしすぎたわよね。それに、懸念材料はもう一つある。さっきの投票画面を見てほしい。メイヤーか。そう、メテオさんが投票してないのに、スキップに7ロー入ってた。メイヤーは、ロー2ロー持ったクルーです。つまり、3
最終投票の時、メイヤーが残ってたらパワープレイが成立しない。つまり、さっき投票した6人からイエモンとグサオさんを省いて、その中にいるメイヤーを潰さなきゃならないってことか。2キル前提なら、確率は2分の1。運ゲーがすぎる。とりあえず、やることははっきりした。釣られるまでに最低2キル。脳筋キルなら得意分野や。問題は、こんな終盤までエレキのタスク残してるやついねえよなってところ。いたー。これはいい感じにしたい冷えそうだぞ。こえー、コミュサボならしといてよかったわ。なんならこれアリバイ作れそうだし白1入れるのでは？白1入っても、タスク進行になりそうだがな。そもそも、イエモンは2キル通すことしか頭になさそうだし。脳筋、脳筋。反響やめ。なんだかんだ言いながら、本当に2キル通りそうなのがちょっと腹立つ。お、これはネネさんのナイスアシスト。これは、2キル目通せ。っていうネネさんからのメッセージか。やっぱり、俺の考えは間違ってなかったか。なら自分でドア開けちゃダメだったのでは。まあさすがにクールタイム溜まるでしょ。めっちゃ人いるけど、パワープレイ狙いならもはや関係ない。こいつ、いつもパワープレイで勝とうとしてるな。今映ってるやつ全部そうよ。まあ俺は他の人みたいなスマートなキルできんから。よし、とりあえず2キルは通った。あれ、これみぞれさん死体気づいてないのか。この日ゲームが結構重かったから、ワンチャンラグで見えてない説あるわね。まあまあ、勝ち筋は拾えた。あとは、誰を撃つか。これ、イエモンさんですね。ああ、まあひな兄さんはみぞれさん見えてないもんな。さすがにみぞれさんも自分のキル見えてただろうし、そもそも、弁明しながら他の人の役職考えるなんて俺にはできん。となると、残った道は一つか。あれ、聞こえてます？聞こえてますよ。ちなみに自分は初手ボタンを押してました。あ？でもこれ、インポスター二人残ってる。え？いや、残ってないっすね。残ってないのか。ここ、マットメイトが残ってるなら、俺が誰か撃ってパワープレイで勝ちなんですけど、マットメイトが残ってないならそもそもダメですね。マットメイトでーす。イエーイ。ですよねー。グサオさんめっちゃ楽しそうだな。まあつまり三択なんですよねー。どういうことどういうこと？あ、自分イビルゲッサーなんで。あ、強制 PP できるってことか。問題は誰が何かってことなんですよねー。自分はもう投票しておきますね。あ、ちょっとちょっと、もうこれダメか？いやわかんないんでとりあえずやってみます。ここで、メイヤーが残ってたら、メイヤーを当てなきゃ PP できず負け。いや、違う、メイヤー概要がいないが、ここで外せばどうせ負けか。だったら。やったー。いつも勝ってんな、ネネさんとイエモンさん。このペアまたか、えぐいな。このペア勝てるんよなマジで。多分6回組んで、4回勝ってます。あ、ちなみに、今回はメイヤーさんがレイラーだったらしいです。逆逆、他の人の配役はこんな感じでした。ってことは、残ってた3人全員クルーだったんか。変なことしなくてよかった。じゃあ始めます。今回チェーンシフター入ってるんで。ふっふっふ、初めて遊ぶ役職は、俺が最初に触るジンクスが。と思っていたのか。って誰がグロリーやねん。なんだ、オポチュニストかよ。オポチュニストは、決着時に生きてたら、勝利陣営と一緒に勝利することができます。まあ、要するに暇です。テンションの下がり具合がすごいな。まあタスクする必要もないんですが、怪しまれたくないのでタスクしてますか。何より、他にすることもないんでね。はい、というわけで初手ボタンが入ったわけですけども、今回はイビルゲッサーを所望する方がいたので、それに伴って、役職モリモリで遊んでおります。配役が相当ヤバくて、イビルゲッサー忍者マットメイトアーソニストオポチュニスト、メイヤーシェリフベイトライタークルーチェーンシフター、今言った役が一人ずつ入った、計11人村となってます。全部は説明できないので、一部だけ説明して、残りはコメント欄に書いときます。今回説明するのは、チェーンシフター。このチェーンシフターがなかなか面白い役職で、最後にこの役職を持ってた人は、負けちゃうんですよね。最後に。そう、この役職、相手に押し付けて、無理やり役職を交換できちゃうのよ。ってことは、チェーンシフターからインポスターになっちゃう可能性もあるのか。そうなったら、相方をバラされる前に切らないとね。チェーンシフターが俺のところまで来て、なおかつ俺がインポスターと交換するとか、そんな都合のいいこと起こりません。もう俺は、オポチュニストとして、クソつまらん人生を終えると決めたんです。最初がっかりしてたくせに、割と気に入ってて草。争いをやめて、平和に暮らしませんか。もうむしろこの船から降りた方がいい。紐なしバンジーは嫌なので、そうならないようにタスクします。これだけ死人あれば死ぬこともないでしょうし。むしろ人集まりすぎて、忍者の透明化で誰か切られそうだが。でも停電来たぞ。わざわざ停電中に透明化する？え、レイマリさん今さっき見たぞ。超直近なのだ。アーカイブで死体立ってたのだ。あ、忍者ってことですか。誰か切ってる人見えました？誰が切ってるかは見えてないですね。今って停電中だよね。ですね。自分もアーカイブいたけど、上の方いたからわからんかったわ。多分八幡さんと自分は左の方へ、だから距離的に厳しいかな。ま、ミルディショーエニーシャワーにめっちゃいましたけど、あの辺誰がいましたっけ。ベイラーさん、イエモンさん、自分一応自分とラテさんもいたと思います。ウパさんとラテさんは停電前にアーカイブ抜けていきませんでした。いや、自分下に抜けてますね。自分視点だと、
レイラーさんは下行ってたから違うのだ。みぞれさん自分にも白出せませんかね。ギュモンさんも厳しそうではあります。よかった、今回はみぞれさん主軸で考えてもらった方が良さそうですね。今回八幡さんが無理なんでしたっけ。八幡さんと自分がお互い無理です。あとグサオさんはどんな感じでしたっけ。自分宿舎前で浮いてるんですが、金庫側の扉だけ開いてるので確認してもらえればそこにいた証明になるかなと。自分は浮いてますね。アーカイブの上の方にいたとしか言えない。あと分かってないのはウパさん、ラテさん、ひな兄さんか。ここで時間が足りず一旦スキップに。白市入りましたね。ならもう話聞かなくてもよさ。なんだこのボタン、オポチュにこんなボタンなかったような。うわー、チェンジクタ回ってきやがったー。あ、ウパさん兵パスって。おいー、これ長押ししないと交換できないんかよ。金庫の扉は開いてたのだ。だからウサオさんも一緒でいいんじゃないでしょうか。で、どうしましょう。となると容疑者はウパさん、ラテさん、ひな兄さん、ネテオさんですかね。レイラーさん、イエモンさんは絶対無理なんですか。そっすね、イエモンさん無理です。へえ、そこ出るんだ、ありがてえ。じゃあ大丈夫かな。じゃあウパさんから行きましょうか。まあいいですけど、釣るならしっかり3人のラマで。ビビるゲッサーいるけど、まあいいや。自分ライターです。停電中ライター使ってて、ウパさんが見えたんでウパさんしかないです。ライターは唯一忍者の透明化を見破ることができます。あ、じゃあそれで。あ、その情報は真ですね。自分はゲッサーに飛ばされると思うけど。あれ、飛ばない。飛ばないんだ。次のタイミングで飛ぶんじゃない。チェーンシフター来てくれ。これは合法的に渡せそうなんで、次はメテオさん探しに行きます。まあ、味かよ。まさかの会議後交換か。実は会議中にこんなの出てました。動画内では、ネタバレ防止のため加工して消してます。っていうかこれ、ウパさんはチェーンシフター持ったまま死んだってこと？さなんだが。タイミング神がかってんな。相方暴露される世界線も消え、村としては確実に一浪落ちてる状態。これ以上ない完璧な乗っ取りよね。コメントでもあったけど、やっぱりこの男は何か持ってるのかもしれんな。まあ自分はこのターン飛ぶと思うんで、他の人は頑張ってください。相方はひな兄さんか。これひな兄さんどんなリアクションしてんのやろ。てかチェーンシフター全然回ってこないな。どこ回ってます。墓なんだよな。ちなみに最初自分がシフターでした、勘違いしてたんだけど、これ会議後に役職入れ替わるみたいなんで気をつけてください。お、これでひな兄さんにシフターが墓にいるって伝わりそうね。へえ、そうなんだ。やっぱみんな勘違いするよね。っていうかメテオさん飛ばないんだ。とりあえずインポスターになっちゃったから気持ち切り替えていかないと。とはいえ、村目線確実に一郎は落ちてるから、一回適当に白市入っておけば、その後も隠しろもらえるんだよな。強すぎ。そう考えるとめちゃくちゃ気が楽やな。っていうかレイラーさんは何してんだこれ。いや、なんかめっちゃついてくるんだけど。こんなん絶対クルーじゃないやん。追いかけてくるってことは、アーソニスとか。メメさんたちに見られてるから切るわけにもいかないし。とここでレポート。ちょっと待って、今八幡さん目の前で吹き飛んだんですけど。メインですか。エレキです。あ、エレキか。自分視点忍者かシェリフ特攻。いや、忍者はもういないんでシェリフ特攻しかないです。あ、そうか。いや、まあ忍者いるんですけども。シェリフいるんだったら出てもらったらいいんじゃない。村目線、一郎確定で落ちてるから語られてもロラで人材落ちるって話だな。まあ出てこないならシェリフってことでいいんじゃない。あ、ここでか。まあ若干怪しい動き見せちゃったかもしれないんで、八幡さんに役職は言えないですけど、特攻なら自分隠しろで置いてもらって。面白いことにチェーンシフターいるから隠しろにはならないんですよね。いないんだよな。っていうかレイラーさんとイエモンさん、絶対チェーンシフター回そうとしてたでしょ。あっかっか。むしろ自分、レイラーさんにめっちゃ追いかけ回されたんですけど。そうですね、イエモンさんは回す動きしてなかった。だってもう、こんなん絶対アーソニストやんてくらい追いかけられたわ。いや、アーソニストだったら他の人にも塗らなきゃいけないから、それはないっすよ。え、あ、言われてみれば。でもまあ絶対人材でしょ。レイラーさんとうろうしちゃうか。危な。ここでシェリフが消えたのはでかいけど、チェーンシフターでヤバい交換してから何もできてないんだよな。結構ボタン使われてタスクも進んでそうだし、そろそろキル入れてかないとな。ちなみにこの時点で、ほぼほぼパワープレイが成立していることに気がついていません。役職多すぎて何が入ってるか覚えてなかったんだってさ。とりあえず、一人連れてボタン意識下がってると思うので、グサオさんとミゾレさんが離れたら、どっちかキルに行こうと思います。グサオさんがついてきてるので、キルならグサオさんかな。めっちゃ警戒されててくさ。なら右の扉開けて、ウサオさんの視界から消えたところで透明化して切りに行きましょうか。おい、マジかよ。いや、しかも死んでるじゃん。ひな兄さんナイス。え、チェーンシフター回ってきたわ。プラズマいてんな。っていうかこれ、6人なら PP 盤面じゃね。いや、オポチュが死んでたらダメか。とりあえず今のキルに関しては、ミゾレさんとイエモンさんは無理かな。あ、そうなんですか。3人一緒にアップロードして、ずっと左側いたんですけど、そこら辺に死体なかったのでって感じですね。じゃあ2択か。2択？自分目線はメメさんかひな兄さんの2択ですね。あ、自分は最後エレキまで行ってて、上の方にメメさんが見えた気がします。合ってますね。ひな兄さんは？自分は最後宿舎右です。
あ、じゃあひな兄さんだわ。ラテさんその辺にいた気がする。これまずいか、使用する。いやでもな、ちなみにオポチュニストの方残ってます。自分リアクター直してますけど、ラテさん見てないっすよ。いや多分ここ二人ロラでいいと思うけど、ひな兄さんから行きましょう。使用した方が良かったかな。まあロラになるならいいか。ってアップね、メイヤーおるやん。あ、終わらないんだ。あの辺にラテさんいた気がするんだけどな。嫌な予感するな。ラテさん見た人います？さっきのターン。キッチンには湧いてなかったのだ。あ、じゃあもうレイラーさんつったら終わるんじゃない。自分オポチュニストなんで。あ、生きてたんだ。てか俺にシスターしつけたのレイラーさんかよ。だから追いかけてきてたのか。気づいてないところで煽られてたのね。メメさんっぽいんだけどな。どう思います？イエモンさん。あ、わかるなそれ。いや、レイラーさんが使用しちゃったから、ここで自分釣ると、1キルとゲッサー使われて負けます。なんで、自分釣るならスキップで。メメさんだと思うけどな。あ、まあ続くんで、次ボタン押して誰かロラしてください。いやー、我ながらとんでもない試合だ。まだ1キルもしてないのに、人がどんどん釣られていく。気づいたらガチ各盤面になってました。懸念すべきはタスク負けくらいね。メイヤー残ってても、1人減らせば 2-2 でスキップできるからね。適当にコニャサボ鳴らして、コニャ前で待機しますか。いや全然来とこん。これはタスク全力ルート選ばれてるな。透明化して探しに行きます。ついに門番やめて探しに行き始めたぞ。こうなるならコニャじゃなくてリアクター鳴らしとけばよかった。これはいよいよタスク負けが見えてきた。マジか、入れ違ってたのか。頼む間に合え。あ、一応透明化しといた方がいいか。あ、いた。おいこら、レポート旋回。やべ、つい癖で逃げちゃった。お、誰か知らんけどナイスレポート。誰でもいいや、早く終わってくれ。じゃみぞれさんで。はい。え、自分クルーですよ。いや、自分チェーンシフターをイエモンさんに押し付けちゃったんで、かわいそうなんでイエモンさんに合わせます。いや、これ相当すごいこと起きましたよ。これ事故だよ。めちゃくちゃ面白いことになってた。一応推理は合ってたんだけどな。あれは追えないっすね。ちなみに配役はこんな感じだったそうだ。この数試合後、チェーンシフターは除名されましたとさ。行くぞ！というわけで前回に引き続きチカーもやっていく。ニュートラルってことは、ジャッカルですね。今回の配役は比較的まともで、インポスター陣営が、変身できるモーフィングとマットメイトを渡せるイビルハッカー、サイドキックなしのジャッカルとシェリフがいる普通の12人村です。あ、うるせえ。うるさいうるさい。誰誰、誰が流してるの。いや、メメさんでしょ絶対。めっちゃハモってて草。もううるさいからどっか行ってくれ。そして誰もいなくなった。完全に自業自得。あの後もぼっちを貫いたまま、クールタイムが明けましておめでとう。なんか一人だけ普通のアモングやってらっしゃいます？正直、コミュ障すぎて、チカーモで何喋ったらいいかわからないです。絶対ない。絶対ないでしょそこにたあるあるある。嘘つけ。いやあるあるある。いや嘘ついてるわ。騙したわ完全に。騙してないわ。絶対人材だわ。みんな元気だな。感想がジジイなんよ。もう、せっかくこっちまで来たし、アドミンでも爆破しておくか。どれどれ、思ったほど固まってないな。てか右上に時間の表示なかったから制限時間ないっぽい。クルーメイト、本当に、言わないから。マジっすマジっす。あ、イエモンさんこんにちはっす。あれ、アドミンだと3人でいたように見えたけど。いやもうあの二人人材やんけ。いやしかも死体あるのに停電来ちゃったよ。ここは一旦石油に。いや、停電直しに来た人待ち伏せよう。ラテさん言わないから。ラテさんどっか行ったぞ。あ、なんかなんか死んだ、今。あ、もうこれにローわかりました。うん、まあそりゃそうですよね。死体位置はどこですか？今キッチンで通報しかった。前方側で光りました。で、まあブサオさんとウパさんですね。あ、いや。なんかウパさんとブサオさんの会話が聞こえて。ブサオさん、行ってやってください。自分シェリフですね。はい。ほんとかよ。太鼓いますか？太鼓いたら出てください。乗っ取ったんじゃないの。このライン怪しすぎる。太鼓いるなら出てください。いやー、聞こえちゃったんですよ。ウパさんとブサオさんが話してるの。死体がどうのこうの言ってたわ。太鼓、いや、死体、は？太鼓いるなら出てください。はははは。そのパターン先週もやってたから信用できないんだよな。太鼓いない？てか、イエモンさんもその辺いましたよね。イエモンさんはブチコから下っていきましたね。もう、死体スルーしてやったわ。ほら、イエモンさん人材じゃん。で、本物のシェリフは？いや、だからグサオさんがシェリフですって。じゃあじゃあ、ウパさんウパさん、グサオさんを自分に突っ込ませて、グサオさんが自滅するかで判定しません。めちゃくちゃとつれよ。結局誰に投票するの？グサオさんシェリフは合ってますよ。冗談抜きで。ウパさんグサオさんだろもう。まあ投票は引き続けするけども。
も。みぞれさん、これどうします？みぞれさんもう死んでるんだわ。もう、ウパさん、イエモンさん、ブサオさんまで釣っちゃっていいんじゃない？じゃあブサオさん自分に突っ自殺してくださいね。エンジンでいいですか？もうこれどうしたらいいんだ？誰か指示してくれー。一旦スキップで、自分がレイマリさん切りに行きます。これクルー側ちゃんと勝ちに行ってるよね？いやーもう遊んでるわ、これ。いやーおもろ、完全に遊んでたじゃん。もう終わってるわ。ガハハハ。終わってるわ。遊ぶのはいいけど、あの人材は終わってるわ。まあウパさんフサオさんは人材だからな。とりあえず処刑場まで行ってライン繋ぐか。エンジン誰もいねえじゃねえか。いないわ。あいたわ。自分今回隠しろなんて自分が死んだらブサオさん釣ってください。え、どういうこと？何言ってんだこいつ。っていうか何がしたいんだ。レイマリさんなんてそんな自殺願望あるんですか？自分を切れるわけがないので。え、なに？なに？怖い怖い怖い。お、ここで停電起こすってことはブサオさんやる気ですな。ここは俺も切るして、ブサオさんとライン繋ぎに行くか、切られないようにだけ注意して。バカ野郎、レイマリさん切ったらブサオさん釣られちゃうだろ。いやいや、レイマリさんのたわごとなんて誰も聞いちゃいないでしょ。ボロカス言っててくさ。今、しっかりブサオさんがラテさん切ってましたね。これはライン繋がったんじゃないか？あら、なんだこれ。あれ、イエモンさん、イエモンさんやってますねこれ。ほえ、ああ、かばってあげようと思ったのに。どういう状況だこれ。何言ってんすかブサオさん。イエモンさんが目の前で切ったのは見て追いかけようか迷ったんですけど、もう嫌と思って通報しました。こんなん絶対セリフじゃないでしょ。え、なんでなんで。目の前で俺が切ったならブサオセリフがその場で粛清すればいいじゃないですか。嫌だから追いかけたんですよ。何言ってんだ。ラキアマンドは始まったな。何で周りに見えてたんだ。いや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 、もうこんなもんブサオさんしかないだろ。いやいやいや、イエモンさんやってますね。まあだから次自分がイエモンさん切ります。セリフなんて。了解です。もうヤバすぎるだろ。次イエモンさん切れたらブサオさんは。やばい、悪魔の証明しようとしてるわ。なんやねんこれ。もうブサオさんとウパさん釣ればいいんじゃない。ここ釣るの負けますよ。メテオさん勝ちに行ってます。やばいわ。だって怪しいのそこ二人だと思うんだけど、停電中だったのによく見えたなって感じだけど。いや、最初に自分ラテさん、レイマリさん、イエモンさんがいて、停電開けたら死体があったのでイエモンさんやってんなと思って。あれ、っていうかブサオさんはレイマリさんに特攻するって話じゃ。あ、だからレイマリさんは。ちょっと待ってくれ、こっちは何にも状況わかってないぞ。レイマリさんはどっかでドサクサに紛れて切られてますねこれ。いやいや、4人でいたんじゃないのかよ。あれ、もう一人誰かいませんでしたっけ。スキップスキップ、イエモンさん切ってもらって一回整理しましょう。ブサオさん絶対人材だからダメだって。自分シェリフだって言ってるでしょ。なわけないだろ。シェリフ信じられないのはヤバいって。もうイエモンさんだけ信じるわ。自分もイエモンちゃん安心します。宗教でっててくさ。じゃあもうブサオさんで。いやー、おもろ、ブサオさんライン繋いでくださいよ。いやー、とんでもない殴り合いだった。完全にパッションだけだったな。あんなにパッション出したの初めてかもしれん。普段からあれくらいのパッションでやれ。いやー、疲れるんよねパッション。イエモンさん、はい、今自分の投票で釣りましたよ。あー、そうですね、ありがとうございます。まあ俺はスキップしたんですけどね。イエモン今日入ります。イエモン今日入りました。あー、イエモンさんどうします。どうしましょうね。っていうか、エンジンにラテさん、レイマリさん、ブサオさん、イエモンさんでしょ。二人死んでるんだけどさ、もう一人の方はどうなってるの。あ、ちなみにひな兄さん、レイラーさん、自分はシャワーにいるんで違いますね。さんと自分もお互いに完全白取り合ってる。自分と八幡さんも二人で停電直しに向かってたんですよね。じゃあ二人がいるじゃねえかよそこに。イエモンさんもじゃねえな。ははははドラでいいでしょ。やめろ、イエモンさんは白だよ。イエモンさん指示出してください。あ、もう任せますわ。さっきのパッションどこ行った。さっきのでっかい切りました。任せました。ドラだろもうこれ。あ、わかりました。自投票してきます。ダメだよ、ダメダメ。進行にが重いみたいなので変わりますよ。みんな誰に投票したの。誰に入れてんだ。なんで、何も決まってないって。みんなしっかり、自分を信じて。ウパさんは信じられん。情報を冷静に判断して。何かかるんだよ。いや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 、あ、終わったわ。人狼苦手だわ。いや、ウパさん釣れちゃったよ。よく俺釣られなかったな。おもろすぎるやろこんなもん。あははははははは、もうクソ楽しいわ。面白すぎる。いや、これでちゃんとインポスターマットメイト落ちてるのやばい。まあ正直、あそこからよく持ちこたえたよね。そのせいで巻き添え食らったけどな。とりあえず、人材の数が減った以上、キルペース上げていかないとだから。手始めに、イエモン教の信者であるレイラーさんから救済していきますか。丁寧し。まあでもアーカイブのドア開けてないなら貨物側に流れたんでしょう。もうイエモン先生についていけばなんとでもなるわ。おっと、これはめっちゃいい場所で切れるのでは。いやー、レイラーさんの断末魔聞きたかったな。これがサイコパスか。俺無宗教だから、死者の声聞こえないんだよな。もっと頭おかしいやつだったわ。いい場所でキルできたし、ここからアリバイ作りに行きたいっすね。ドア閉まってるから、この辺には人いなさそうだな。適当に探し回ってみるか。あれ、マジで誰も。あ、どっかから声聞こえた。こっちか。ラッハ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 。なんちゅうタイミングだ。メメさんモーフィングかよ。メメさんがあんなこと言うの珍しいと思ったわ。ここはお互い陣営最後の一人同士、協力しに行きます。ああ、
共闘しようと思ってたのに、持ちかける前に口封じされちまったな。ちょ、父さんこれで昇降機突っ込んでどっちだってやろう。あ、ちょっと、もうちょっと待って、もうちょっと、モーフィングのサンプルがあと13秒で溜まるから。もうちょい、もうちょい、溜まった溜まった、行こ行こ行こ。あー、もうダメだ、本当に死体スルーしたよ、終わったわ。裏切り者がいるぞ。あーもういいわ、アバよ。これはうまい、モテ遊んどるわ。さっさと死体レポートすりゃよかったのに。裏切ってもいいことなんかないってことが、前回と今回の動画から学べたな。結局、この後はメネさんがひな兄さんを切って、インポスターとクルーの数が同数になり、インポスターが勝利しました。あれ、ちょっと待った。ウパさんつって残り7人盤面で、イエモンが1キル、メメさんが3キルだよな。もう一人クルーが残ってるはずじゃ。これだから勘のいいガキは。お久しぶりです。マリカ動画ばっかり上げすぎてアマングの編集の仕方を忘れたイエモンです。正直でよろしい。久しぶりすぎるので今回はなるべく自分から人に話しかけに行くのを目標に、チカーもやっていきたいと思います。目標設定がしょぼすぎるけん、しかもレイラーさんいたのに話しかけてないし、向こうにタスクがなかっただけです。チカーもでタスク勝ちなんかできるわけないだろ。ようこの容疑で釣られるのが関の山ね。これで俺が論破されるのおかしくない？ちなみに今回の配役は前回と同じで、覚えてるわけねえだろ。もうしょうがないな。どうも。何が入ってたっけ？お前も忘れてるじゃねえか。あったあった。忍者1、シリアルキラー1、マットメイト1、ヨーコ1、カッコ背徳者1、シェリフ1、残りクルーの計11人村です。役職の概要は後でコメ欄の一番上に固定しておくので、わからん人はそっち見てください。誰も死んでなかったので停電直しに来ました。あれ？治らへんねんけど。なんで？バグ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 。あ、治った。あ、いやこれ違う。またピング重くなってるにゃ。あ、やばいやばいやばい。2000超えてる。2000ある。やべえ。イエモンさん、配電盤今どこついてます？ね、右から2番目。あ、オッケーっす、オッケーっす。もうこれ一生停電治らなそうだから普通にタスク優先するか。って言ってたら治るんだよな。なんでやねん。いや結局治らんのんかい。これマジでやばいな。頼む、誰か直してくれー。あ、治った。来たー、オラー。ナイスナイス。みぞれさんとイエモンさんがヨーコじゃないってのは分かったんで、一緒に行きましょう。ついに死んだか。ピングやばいってー。あれ、メテオさん死んでる。とりあえずさんが殺されたのは超直近で、展望の配電盤前で死んでるのだ。ベントが開いたから、本当に今さっき死んでるんだもん。これラテさんだろ。あ、ベントならまあひな兄さんは無理かな。そうですね、武器庫他誰かいましたっけ。待って、ひな兄さんの声がめっちゃ小さい。確かに聞こえるけど普段とは違う。お風呂入ってますね。お風呂？なんでなんで。え、自分聞こえないんですけど。あ、じゃあミュートしてますねそれ。ラテさん人材か。あ、Sレイマにミュートしてたわ。はははは、いつまでミュートしてんすか。とりあえず200にあげたんでもう一回言ってください。200円。200円、はは。なんですか200円って。伊達さんが200円あげるからもう一回喋れって。いや違う。やばいやばい。自分と伊達さんがぶちこいた時、もう一人誰かいませんでした。え、ひな兄さんしか見てないですよ。とりあえず直近ベントならメメさんは違うかな。ミーティングいましたからね。レイラーウパパロンも違います。ずっとエレキにいました。直前にすれ違ったのでベントならひな兄さんも違います。そうですね、自分も200円もらったのでラテさんじゃないと思います。怖いわ、200円あげただけなのに。あげてもないだろ。で、結局うち1誰だ。イエモンさん、レイマリさんくらい。自分一応最後ミーティングまで行ってメメさん見てるんですけど。じゃあまあレイマリさんか。これで釣られるの。いやあ、まさか釣れるとは。何も考えずに登場しちゃったわ。あれ？メメさん喋ってます？いやこれ喋ってない。っていうか聞こえてないわ。ちゃんと聞こえてますよ。ああ、よかった聞こえてた。これアマングが重くてめちゃくちゃ遅延してるんですかね。それもあるかもしれないですし、湧いてすぐはこんな感じになること多いですね。ほえ、なるほど。あ、そっち行くんすね。ほら、やっぱりみんなタスクしてるやん。どうせヨーコとかいうオチだろ。なんてこと言うんだ。だってお前チカーモでタスク勝ちしたことあるか。だからこれ俺が論破される。すれ違った、すれ違った。すれ違いました、すれ違いました。エンジン、エンジン。じゃあ、みぞれさん、白でよくて。あと、ひな兄さんを直近で見たのだ。イエモンさん、違うよな。これじゃないっすよ。エンジンからどっち行きました？方向によってレイラーさんに白が出る。やったー。イエモンさんとグサオさんがコックピット行ったように見えてるんですけど。グサオさんは武器庫からエンジン側に行ってるので、多分エンジンあたりで死んでると思う。自分視点当然イエモンさんが怪しいんですけど、イエモン検定的には白なんだよな。はははははは、まあメメさんは多分違うかな。じゃあもう残りラテさんになっちゃうけど、どうします？
ピエモンさん。なんで俺に聞くんだ、普通に俺釣っていいよ。自分も今回浮いてるんでお好きにどうぞ。お好きにどうぞって何ですか、ガチでやってないわ。ピング高すぎて、ピングが高い程度で何言ってんですか。かわいそうだからスキップ入れますか。かわいそうなんでね。神だー。神だ、神だ、神だ。え、何バグったバグった。怖い怖い怖い。誰だ俺の名前流してるやつ。ハハハハ、そういうことか。もうこれ喧嘩売ってるだろ。ハハハハ。はぁ、もう誰だよマジで。って言いながら大体見当はついてるけども。まあああいういじり方してくるのはこの人しかいないよな。これでまた流れてくるんだろうな。やべ、間違えた。イエモンさん、あれでした？はい。イエモンさんあれ、どうだったの？結局。神だー。やっぱりネネさんじゃん。ハハハハ。もう絶対そうだと思ってたわ。ハハハハ、この部分だけ切り抜きました。ハハハハハ、そんなクソみたいな切り抜き作らんといてくれ。神だー、神だー、神だー。見て、何が楽しくてしかもで自分の声つかまならんのだ。釣られそうになったらこれ流すか。神だー。あーもううるせえうるせえ、さっさとネネさんから離れよ。はぁ、マジでやだー。怖い。やっぱり犯人メメさんだったわ。無視されててくさ。いやマジ、やるならもっと綺麗に切り抜けよ。ちなみに、メメさんが流してた音声には他の人の声も入ってました。え？つまりわざわざ自分でもう一回撮り直してるってこと？さてと、タスクも終わったしちょうどいいからボタンでも。やっぱやめた。ボタン押しても会議で生声流しておもちゃにされるだけや。というわけで、話し相手を探して3000里。いや誰もいねえ。そういえばカメラ越しに声聞こえるんだっけか。盗み聞きしに行くか。いや、ウパさん死んでてくさ。放置してカメラ見る。くはははははは。さすがにこれは負けかねないから死体発見しとくか。いや、ラックいな。こんなんみぞれさんしろじゃん。いや、みぞれさんとひな兄さんだろ。自分両方死体見つけてます。どこすか？ウパさんが石油で死んでて、カメラつけたらエンジンでレイラーさんが転がってたって感じです。今回はひな兄さんと隠しを取り合ってるんで。これひなみぞだろ。いや、みぞれもんはさっきのターンウパさんからも白出てたのだ。っていうからてさんから自分とみぞれさん白く見えてるはず。だから黒黒ラインの線も消えるはずなのだ。うん、多分切れるはず。これ何？メメさんは誰に入れてるの？ただのクルーがあんな場所でずっと喋ってるわけないだろ。しかもだから喋るだろ。はっはっは。ぶっちゃけ、自分はタスクを終わってる。神だー。いやもうそれいいだろ。十分遊んだだろ。へっ。予想通り流してきてくさ。もうこれメメさん登場していいだろ。絶対ちゃんとやってねえわ。登場済ませてるし。これ何？結局メメさんは誰に入れてるの？みぞれさんに入れました。みぞれさんないないない。いやもうこれメメさん入れていいだろ。うるさいし。神だー。もういいって。はっはっはっは。イエモンさんはなんで自分に登場するんですか？マジでわかんない。やめてくれ。もう登場しました。どうせ人材勝つだろうけど。まともに詰めるとどうなってるのだ。さっきのターンはイエモンさんがめちゃくちゃ怪しいけど、雰囲気的には白っぽいんですよね。もうわかんない。みぞれさんは絶対違うから、とりあえずイエモンさんに入れます。もう知らない。イエモンさん白っぽいんだよな。みぞれさんどっち入れます？ひな兄さんどうします？自分的にはメメさんからてさんっぽいんですけど、みぞれさんに合わせますよ。真面目に詰めると、イエモンさん視点自分は今までのキルに関われないはず。いやここで正論によく出してくるのくど。あとみぞれさん、ひな兄さんがバイタル見てたならそこから。あ、バイタル見てないっす。じゃあもう知らん。イエモンさんでしょ。イエモンさん入れます。いや俺じゃねえだろう。あれ？あ、終わらないんだ。いやメメさん人外なんかい。さすがにあれでクルーなわけない。っていうか4人で終わらないってことは、レイマリさんで釣れてたんかーい。そうですよ。なんならヨウコも死んでたらしいわね。だったらメメさん釣ってればワンチャンあったじゃん。なんで俺に投票しちゃったんだ。みぞれもーん、あそこレポートしてるんだから俺じゃないだろう。まあ普通に怪しい位置だったし、弁明も全然してなかったしな。はい、というわけで久しぶりのアモングアスはいろいろと散々な結果でしたね。いやこれいつの録画だよ。メメさん視点だいぶ前に上がってるぞ。っていうツッコミはなしの方向でお願いします。おいこら。まあ最近はマリカばっかでしたが、まだアモングは続けていくと思うので、多分気長にお待ちいただければ幸いです。そういうわけで、また次回ご視聴ありがとうございました。またインポスターか。絶対皆さんよろしくないよ。はぁ、インポスターやりたくねえ。ため息出るほど嫌なのかよ。もうアモングアスやめちまえ。え、いいんですか？言い訳ねえだろ。理不尽でくさ。アンリミテッド理不尽ワールド。心よくてムカつくからちょっと黙ってろ。はい。さあ、で今回の役職は、インポスターにイビルハッカーとダークキラー、第3陣営にジャッカルトラバース、クルー陣営に適当に一つ弱い役職を入れて計13人で遊んでいきます。ちなみに、相方はひな兄さんです。もう釣られそうな勢いですけど。ひな兄。さっきの会議を要約すると、さん曰く、割と直近までぐさぐさに来てて、草木の駅に置いていったので、ひな兄さんが怪しいです。とのこと。停電中に2キル逃走としたんかな。今回ひな兄さんが引いたダークキラーは、停電中しかキルできない代わりに、キルクールタイムがめちゃくちゃ短いです。5秒に設定してあります。もちろんクールタイムは停電中じゃなくても溜まるので、それこそまさに今お土産してる頃でしょうね。ね。ね。じゃねえだろ。そのまま釣られていったぞ。ひな兄。
はい、というわけで第1部完。残念ながらまだ終わってねえんだわ。誰か殺してくれー。お前がキルする側なんだよ。こんな人がいるとこでキルなんかできるか。こうしてキルできないまま1分が経過した。エレキに一人すぎなんやって。ほえ、イエモンがもたついてる間にジャッカルがしびれ切らしたらしい。いいぞ、ジャッカルもっと頑張れ。頑張らなきゃいけないのはお前だ。ちなみに今回の会議はミゾレウパパロンのローラーで片付きました。いやあ、勝手に人数減っていくなあ。でもう残り7人だっけ。どうしてこうなった。半分諦めてたけどワンチャン出てきたぞ。クールタイム開けたら行きますか。あのままエレキまで来ました。アドミン見た感じみんなばらけてていいっすね。出会ったら即キルだな。ただ、さんだけヒナに移って白目だからマットに。はい、じゃあ協力してねー。なんだこの都合のいい展開は。これは俺にも運が回って。まあそういうわけで、今日はこんな感じでテンポよく行きます。おい、またインポスターかよ。今度はダークキラーなんですけども。ああ、だったらいいや。こっちはキルクール5秒なんで、相方に停電妨害してもらって、1ターンで10キルしてさっさと終わらせちゃいましょう。むちゃくちゃなこと言ってるわ。というわけでそろそろ30秒経ったので、停電入れていきます。まあこうなるわな。ダークキラーがいるってわかってるからこそ、停電を直す意識が高い。全キル通らなさそうだし、メテオさんのクールタイムも考えて停電しないとな。急に真面目なるやん。プレイ自体は元から真面目にやっとるわい。あ、これはキルしてくれってことだろうな。ナイスタイミング。停電中だから多少雑でもなんとかなるだろ。で、欲張らず石油に戻ると。お、これはナイス。なんだこれ、ミゾレさんと一緒にコックピットのハンドル回してたのに、僕のタスクが終わったらミゾレさん死んでたんだけど。停電中ですか？停電中です。会議の結果、全員の最終位置がこちら。ミゾレさんキルの容疑者がラテグサヒナニーの3人だったものの、グサオさんがライター CO で隠しろに、容疑者が2人となり、ローラーが完遂される。しかしそれだけで会議は終わらず、さんキルについても話し合うことに。こちらに関しては、容疑者1に入ったものの、さんの死人情報が少なく、正確な死亡位置が割り出せなかったので、なぜかレイラーさんだけが釣られることになった。なんてやねん。ちなみにこの時、みぞれさん、さんがラバーズであり、1キルで5人も持っていくという、とんでもないことをしていたのだが、そんなことは知る由もなかった。いやー、1キルしかしてないのにバコバコ釣れまくってくさ。もう8人にインポで、メテオさんがマットメイト作れるから、ここで2キル通して半 PP で勝ちっすね。というわけでカット。メテオさんがコミャサボ鳴らした後、仲良くミーティングまで来ました。これは、ミーティング門番の構え。ではなさそうだな。追いかけるか。あ。ナイス、これは勝ったろ。一応、まだ停電中だったので、追加キル狙いで出張するも、追加キルは取れず。レイマリさんによって死体発見。よしよし、ちゃんと6人、これは勝ったな。自分かなり正確にガンマスさんの死亡時刻分かってて、停電になった瞬間に死んでます。しかし残念、犯人を当てても来ることはできないんだな。じゃあレイマリさん視点、自分とグサオさんに白出ます？そうですね、そこ2人白でいいと思います。これ、誰がマットメイトなんだろう。停電前くらいにガンマスさんのパパロンさんがエンジンにいたのをカメラで見てます。あれこれもしかして。じゃあマメテイエローラーで。ちなガンマスさんのマットメイトだったらしい。はい、じゃあ2試合目も負け。と見せかけて、ここで3キル通れば勝ちます。まあそんな都合よくはいかんよ。昨今のラノベでもあるまいし。とりあえずボタン入る前に勝負。ほら、逃げんな。まずは1キル。そして幸いにも、近くには昇降機右に繋がるベント。そんなまさかね。さらに、タイミングよくそこに鉢合わせるクルー。まさか、ここから逆転するんか。終わったわ。 PP ですね。はい、ありがとうございました。こうしてなぜか釣られなかったイエモンはなんか知らんけど勝利を収めた。いやー、珍しくインポスターで勝って満足。今日もうこれで終わりで言っておい。今日もういいって。しかもまたダークキラー。ダークキラーって自分キーンでサボ使わなきゃいけないから面倒なんだって。その宣言通り、イエモンはほとんどキルできず、キルしたレイラーさんが疑われ、そのまま追放。結局タスク完了して残ったラバーズが勝利した。続く4試合目5試合目もレイラーさんが相方であったが、4試合目は序盤にキルを通せず、そのままタスク負け。蓋を開けてみれば、レイラーさんはラバーズで、キルするつもりもなかったらしい。5試合目は5試合目で、キル手を挙げようと序盤にキルするが、ジャッカルに切られて結局負けた。
はい、もうそんな気したわ。これ絶対メメさん裏で爆笑してるだろ。正味そんな頻繁にアモアス動画上げる気ないし、序盤適当に暴れてあとは任せるとするか。最初からそうやって開き直ればよかったのに。なんか13人しかいないらしいけど、やっぱり置いてってるじゃねえか。卒業したいだよ。どうする？配送する？やったー。喜びすぎだろお前。またイエモンさんかよ。相方イエモンさんで笑ってたわ。うん、今日はもうそういう日なんやろね。悟ってて草。この試合は14人フルメンバーで、ラバーズが解雇され、代わりにマットメイトとバルチャー、クルー陣営にはシェリフがいます。イビルハッカーでマットメイトもう一人作れるから、最大8人盤面で BP があるのか。イエモンが下手すぎてめっちゃ陣外有利設定になってますやん。確率がおかしいんだよ。あ、停電。一塊すぎだろ。レイマリさんがキルしてたら終わるんだが。むしろさっさと釣られた方が楽になれるぞ。降格降格、キルは起きてなかったみたいね。はぁ。今回もまた全然キルできずに終わるような、そんな予感がするわ。そう思うんならちゃんとキル入れてください。というわけでキルクール開けました。キルならコックピットの人かな。うん、なんかメメさん視界広い。あーこれメメさん、俺がインポスター引いてる読みでベント入っただろ。向こうでキルしてメメさんにあらぬ容疑をかけてもあれなので移動。エレキ近辺に人集まりすぎだろ。なお、ドア開けがめんどくさくてエーモンもエレキに降りた模様。またキルできなくなるじゃねえかよ。ええ、バカ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 。こんなとこでキルしたらすぐ見つかっちゃうだろうが。まあまあ、一人は味方に引き込めますから。この辺何人いると思ってんだ。とりあえず一番近い前さんに渡しましょう。もうサイドキックボタン連打しとこ。ここ何人おんねん。ほら言わんこっちゃない。まあでもレバータスク中なら大丈夫やろ。だといいけど。そんなことよりもうすぐキルクール開けそうなんよな。もう1キル入れた。ちょうどいいとこに。でも診察の方行くなら無理。そっち行ってくれるんですか。俺の糧になってくれてありが。みぞれさんも食べられてるでしょ。あ、ほんとだ。さて、どうやって乗り切ろうか。これちょっと前なんですけど、一番最初の死体がバイタルにあって、ガンマスさんがその上に立ってたんですよね。そしたらヒナミキトレーラーさんが来て、死体がなくなったんで、この4人の中にバルチャーがいます。なんだこの展開は。じゃあとりあえずガンマスさんが怪しいってのと、自分視点はさんが黒い、メテオさんがさんの方向へ行ってるはず。自分セリフです。え、あ、でもメテオさんは見てますよね。見てます。あ、なら大丈夫。情報でないから怪しく見えた。やっぱ自分ヒナミがメテオさんやったかなと思ってて。なるほどね。バルチャーの用意はあるみたいだし、次の顔気に使うと思ってたくない。議論最強の二人が味方になるとこんなにも心強いのか。ヒナミに突っ込んだシェリフは当然自爆。あと1釣りで PP という盤面でもこちらに疑いは向かず、なぜか再びレイラーさんが追放。なんでだよ、なんでラテさんが帰り進行してんだ。お前は誰だ。8人4人外ではむしろ負けることの方が難しく。ようやく完全な勝利を収めた。もうアモアスやりたくないです。この日のクリップはいろんな人が動画上げてるから、別視点気になる人は概要欄からどうぞ。ご視聴ありがとうございました。